さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。93回目の今回は、高校時代に KK コンビと呼ばれた選手の紹介になるよ。その選手とは、巨人、メジャーのパイレーツに在籍していた、桑田真澄選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。桑田真澄、1968年4月1日生まれの53歳、大阪府八尾市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、プロ野球コーチを務めているよ。小学2年生時、町内会のソフトボールチームでソフトボールを始め、6年生主からだのチームでショートのレギュラーを獲得。1980年4月、大正中学校へ進学後は、中学の野球部に所属し、準公式の試合に出場。入学直後に外野手、一塁手としてレギュラーとなるよ。1983年4月に PL 学園に入学。入学直後は、4番は清原、エースは田口が規定路線で、桑田はお前はあっちに行っておれ、という扱いであったそうだよ。中学時代の実績を考慮され、私学大会などで登板機会が何回かあったが、いずれも通打され、監督から外野手転向を言い渡されたそうだよ。この年の PL は投手陣が安定せず、監督は、神戸製鋼の監督として、都市対抗野球でも優勝した清水を、臨時投手コーチとして招聘。この清水が桑田の外野からの返球を見て、球の回転の良さに驚き、おい、すごいのがおるじゃないか。学年など関係ない。私が夏までに立派なピッチャーにしてみせる、と発言し、桑田を投手に戻すよ。そして清水コーチのマンツーマンの指導が始まり、6月にレギュラー組に昇格。夏の甲子園に向けた大阪大会に、背番号17番で清原、田口と共に1年生としてメンバー入り。打撃も買われての、投手兼外野手としての登録だったよ。県予選決勝では、急遽マウンドに桑田が上がり、相手打線を抑えて、チームを甲子園出場に進出。これ以降は、桑田がエースに定着。夏の甲子園では、1年生で背番号11ながら、同校の事実上のエースとして出場し、1回戦の所沢商戦で甲子園デビュー。2回戦の中津高専を3安打完封、初本塁打。準決勝では池田高と対戦し、7対0と完封。決勝では横浜商工を3対0と下して、優勝を飾り、最年少優勝投手の記録を立てたよ。1984年の2年生での春夏の甲子園は、いずれも決勝で敗れ準優勝。1985年、3年生の春の選抜はベスト4、夏の甲子園は決勝戦で宇部商業を下し優勝。高校野球激戦区の大阪から、甲子園に出場可能な5回すべてに出場、そのうち4度決勝に進出し、1年夏と3年夏の2回優勝という記録を、清原と共に打ち立てるよ。1985年度プロ野球ドラフト会議にて、巨人から1位指名を受け入団。桑田は早稲田大学への進学を希望し、他球団が指名を敬遠していたことから、巨人との密約が囁かれたよ。桑田自身は密約を否定した上で、巨人に行かないと言ったことはない。春の選抜が終わった時点で、巨人が1位指名してくれたら、プロに行こうと決めた。当時のドラフトでは進学を示唆しながらも、プロに入団した選手は自分以外にも大勢いる、と弁明しているよ。プロ入り前後は本職の投球だけでなく、打撃や守備も優れていた桑田について、野手転向を進める者も多かったが、球団と桑田の意向から転向はせず、投手として、1986年5月25日の中日戦でプロ初登板。6月5日の阪神戦で初勝利を初完投で飾るよ。2年目の1987年7月8日の広島戦で、自らの3点本塁打と、敵地打でチームの全4得点を挙げた上で、プロ初完封勝利を挙げるよ。このシーズンは15勝6敗、防御率 2.17 の成績を上げ、最優秀防御率のタイトルを獲得、沢村賞に選ばれたよ。また、堀内以来の10代での2桁勝利。同年の日本シリーズでは、第1戦と第5戦に先発したが、いずれの試合も自らのエラーで自滅し、序盤で降板したよ。翌1988年には、球団史上最年少の、20歳0ヶ月で開幕投手に抜擢されたよ。1989年からは、監督の藤田独特の先発理論により斉藤、牧原と共に3人の先発の軸として使われ、3本柱と称されたよ。2年連続で開幕投手に指名された同年は、開幕から負けなしの5連勝、自己最多の17勝を記録。近鉄との日本シリーズは、第2戦こそ敗戦投手になったが、第6戦に勝利投手になって、チームの日本一に貢献したよ。1990年2月、桑田が親しくしている、会員制メンバーズクラブの社長との件で、週刊誌やスポーツ誌などで騒がれ、当初、桑田は事実を否定したが、その後それが虚偽であったことが判明。
そこで巨人は、3月30日、桑田に対し、シーズン開始後登板禁止1ヶ月、罰金1000万円の処分を下したよ。謹慎後は2試合連続完封で、シーズン復帰するなど、1ヶ月の遅れをものともせず勝利数、防御率ともに同僚の斉藤に続いて、リーグ2位と活躍したよ。日本シリーズは第3戦に先発し、初めて完投したが、7失点と落ち込まれ敗戦投手になったよ。1991年は、前年6人で80勝を挙げた先発陣が、軒並み不調に陥る中で孤軍奮闘し、あらゆる項目でチーム内トップとなる成績を残すよ。しかし1992年は、6年連続2桁勝利を記録したものの不調に陥り、6月から7月のチーム10連勝、4連勝、7連勝をいずれも桑田で止めてしまい、テレビや新聞にて、連勝ストッパーと名付けられてしまったそうだよ。1993年も前年に続いて、打線の援護に恵まれないこともあって制裁を書き、野手転向論が再度湧くようになるよ。1994年シーズンは、14勝11敗、防御率 2.52、奪三振185の成績を上げ、最多奪三振のタイトルを獲得。シーズンを通しての活躍でセリーグ最優秀選手に選出。8月13日の阪神戦では、セリーグタイ記録の16奪三振で完封。また、10.8 決戦で、7回から救援登板、9回までを無失点に抑えて、胴上げ投手となるよ。1995年5月24日の阪神戦で、3回表に湯船の放ったフライの捕球の際に、右肘を強打し、6回途中に降板したが、大事を取って2軍調整となったよ。6月15日の阪神戦にて、約3週間ぶりの1軍で先発したが、初回から失点するなど精彩を欠き、5回には投手に四球を記録し、次の打者を打ち取ったところで、自ら降板を訴え交代。後日の肘の精密検査をしたところ、側副靭帯断裂の重傷と判明。治療のため、トミージョン手術を受けることを選択し渡米。1995年シーズンの残りと1996年を棒に振り、1997年4月6日の試合で661日ぶりに復帰。復帰した同年は、球数制限があったこともあり完投はなかったが、2年ぶりに規定投球回をクリアし、勝ち星も10勝を挙げたよ。1998年のヤクルトとの開幕戦で、9年ぶりに開幕投手を務め、完投は逃したが勝ち星を挙げているよ。この年は16勝を挙げたが、最多勝は1勝差で川崎に及ばなかったよ。前年は100球限定での登板だったが、この年は球数制限もなくなり、復帰後初完封を含む7完投を記録したよ。1999年は開幕投手を務める予定だったが、直前に風邪をひいてしまい登板を回避、桑田は2戦目に登板したが2回途中、フォーク絡みで6失点、次の登板は中14日も空いたよ。その後は勝ち星に恵まれず、7勝9敗、防御率 4.23 の成績に終わるよ。リーグ終盤には 10.8 決戦以来となる、公式戦救援登板に回り、リリーフとしては9試合に登板し、1勝0敗5セーブ、防御率 0.00 の好成績を上げたよ。2000年は不振で6月から先発から外され、残りのシーズンはリリーフ登板。牧原が故障離脱したこともあり、抑えも担当したが安定せず、2001年も不調で、以降は先発の谷間と中継ぎ登板となり、4勝5敗の成績で終わったよ。2002年からは原が巨人の監督に就任し、桑田は前年オフに引退を決意していたが、原から、来年も一緒にやろうと声をかけられ、現役を続行。この年は古武術を応用したトレーニング、投球フォームを取り入れたのが功を奏し、4年ぶりの2桁勝利を果たすよ。15年ぶりの、最優秀防御率のタイトルを獲得し、チームのリーグ優勝に貢献。規定投球回に到達しての、防御率2点台は1994年以来8年ぶり。西武との日本シリーズでは、第2戦に先発し、7回1失点で日本シリーズでは、1994年の第5戦以来の勝利投手となるよ。なお桑田にとってはこの年が、最後のリーグ優勝と日本一となったよ。2003年には足首を捻挫し、前年のような投球ができず5勝3敗、防御率 5.93。2004年は3勝5敗、防御率 6.47 の成績に終わり、この年から就任した堀内監督からは、俺は万雪を汚さなかったと、引退勧告とも言える発言を受けているよ。2005年は12試合に先発し、防御率 7.25、0勝7敗に終わるが、2006年も現役続行が決まったよ。2006年4月13日の広島戦で、600日ぶりとなる勝利を挙げたが、この試合で走塁中に右足首を捻挫し、同27日の広島戦では、3回途中6失点で敗戦投手となったよ。そしてこの試合が、1軍での最後の登板となり、その2日後に登録を抹消されたよ。
しばらく2軍で調整を続け、原が視察する8月21日の2軍のヤクルト戦に先発するが、2回途中に降板。以降、首脳陣から一切声はかからなかったことから、2軍監督に首都圏での最終登板機会である9月24日の2軍戦は、自分に投げさせてくれるよう懇願。本人は、球団が処遇をはっきりしてくれないので、お世話になったファンに、巨人での最後の登板を知らせるには、これしか方法がなかったとし、9月23日に球団公式ホームページ内に、対談と2軍戦登板を示唆する内容の文章を掲載。11月2日、2007年シーズンより、メジャーリーグに挑戦することを表明し、11月23日に行われた、ファンフェスタ2006で、18番、桑田真澄の野球は、心の野球です。今はただ感謝の気持ちしかありません。さようなら、そして21年間、本当にありがとうございました、と挨拶したよ。2006年12月20日、ピッツバーグパイレーツと、マイナー契約を結ぶことが発表。日本人選手初の、パイレーツとの契約選手となったよ。2007年の春季キャンプに、招待選手として参加し、キャンプ終盤までメジャーキャンプに残り、開幕ロースター入りを目指していたよ。3月26日のブルージェイズとのオープン戦に登板した際、センター前ヒットを打たれ、三塁ベースカバーに入る際に球審と激突し、右足首の靭帯を断裂。そして当面は怪我からの回復、リハビリに努めることを余儀なくされたよ。パイレーツは桑田を解雇せず、AAA 所属のマイナー選手のままで、故障者リストに入ったよ。フロリダでリハビリを続け、5月19日にフリー打撃、5月24日に練習試合での登板を経て、AAA に合流。6月2日に AAA での公式戦初登板を果たしたよ。パイレーツの中継ぎ陣が壊滅状態であったという、チーム事情も手伝い、6月9日にメジャー昇格、6月10日のヤンキース戦で、メジャー初登板を果たしたよ。39歳と70日でのメジャーデビューは、日本人選手では史上2位、メジャー全体でも、第二次世界大戦以後では、ベイジの42歳、オリーボの41歳に次ぐ記録となったよ。昇格当初は、敗戦処理などでの登板が続いたが、監督から、大事な場面でストライクが取れる、と評価を受け、中継ぎとして重要な場面での、登板を任される機会が出てきたよ。しかし、1勝も挙げないまま8月14日に、戦力外通告を受け、退団時は、何も悔いはない、メジャーリーガーになれた充実感でいっぱい、と語るなど引退を示唆していたよ。そして2008年1月8日に、再びパイレーツとマイナー契約を結び、春季キャンプに招待選手として参加することを、自身のブログで公表。オープン戦では好投を見せたが、若手を起用する球団構想から外れ、メジャー昇格が絶望的となったことから、3月26日、引退の意思を明らかにし帰国。6月にはグリーンスタジアム神戸で、巨人時代の同僚の吉原を加えて、清原の打撃投手を務め、9月23日に茨城ゴールデンウォールズ主催の、引退試合を行ったよ。引退後は野球解説者、評論家やタレントとして活動、並行して2009年1月28日に、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科、修士課程1年生コースに合格。2010年3月25日、大学院を首席で修了。修士論文の題目は、野球道の再定義による、日本野球界のさらなる発展策に関する研究で、最優秀論文賞を受賞したよ。2011年9月14日に、東日本大震災復興のため、福島県営あづま球場にて、西谷、PL 学園の後輩の立浪ら OB を集結させ、地元の社会人クラブ選抜チームと対戦。桑田は投手として出場し、130キロ台後半のストレートを披露したよ。2014年3月には、硬式野球部の特別コーチを務める東京大学で、大学院総合文化研究科の大学院研究生に合格。同年4月から、コーチ職や従来の活動を続けながら、同研究科で投手、野手の動作の研究を行ったよ。そして2021年1月12日、巨人の一軍投手チーフコーチ補佐として、現場復帰。前年にすでに、2021年シーズンのコーチングスタッフは発表済みだったが、監督の原の発案によって、年明けに入閣を打診されたものだったよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。試合中のプレイのみならず、試合前の準備、練習への取り組み、さらに日々の私生活に至るまで、プロとしてのあり方は落合をはじめとする、球界関係者から最大限の評価を得ており、玄人筋の野球ファンからの、支持が高かったそうだよ。
非喫煙者かつ犬猿家で、巨人在籍時には、自身も含めた非喫煙者が、受動喫煙させられることに腹を立て、球団スタッフに働きかけて、移動用バスは禁煙者と喫煙者に分譲、ロッカールームは禁煙、食堂は喫煙と、チームの分煙化を達成し、春先のキャンプでは、禁煙ルームを設置できないので、全面禁煙化を達成させたよ。2016年2月2日、清原が自宅で、覚醒剤所持取締法違反の疑いで、逮捕されたことを受け、桑田は、報道で知って、とにかく驚いている。嘘であってほしいし、夢であってほしいというのが今の正直な気持ち。もし報道通りなら、人として野球人として、一緒に戦ってきた仲間として、非常に残念でならないと、ショックを隠しきれなかったよ。なお桑田は、清原が逮捕される約3年ほど前から、全く連絡を取らなくなっており、それまで、スポーツマンである以上、暴力や薬からは一番遠い存在でいるべき、などと清原に忠告し続けていたものの、ある日、もう一切関わらないでくれと、清原の方から突き放されたことを機に、二人して決別宣言をしたと語っているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、あまり若い時の桑田選手を知らなかったけど、全体的な成績を見ると、防御率など、全体的に波があるように感じたね。それでも、プロ野球で20年間様々な成績を残し、重傷を負いながらも1年以上費やし復活。それに頭も良かったことから、引退後に大学に入学し学ぶことにも余念がない。時代に即したやり方で、学んだことを選手に還元する。今後はそういったこともプロ野球にも必要になってくるだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。